りしない間にとんでもなく衝撃的なことも起きたので、衝撃的なことが起きると歌う曲っていうのも結構ね、震災の時に気がついたよね。こういう時ってこういうっていう、しかも1曲だけ、ね、もうなんかこの1週間で随分1週間も経ってないね、4、5日の間に歌う機会があると歌っている。月の裏の川ばき青い砂や石をどこへ運び去ったの、忘れぬ人が銃で撃たれ倒れ、みんな泣いた後で誰を忘れ去ったの、光線が赤く空に燃え上がって濃厚だった空はあれが最後だったの、人が降り出して海の先の先へこぼれ落ちてしまうの、今あなたに言うない、ただあなたに広い海のクジラほど見つかどうか誰が調べるの、原子力と水と石油たちのために私たちは何をしてあげられるの、死につけにされて治る跡なく痩せた体合わせどんな恋をしているの、地球上の酸素窒素フロンガスは森の花の園にどんな風を送ってるの、今あなたに言うな、ただあなたに誰に手紙を書いてるの、眠りかけた男たちの夢の外で目が見かけた女たちは何を夢見るの、親の愛を知らぬ子供たちの歌を、声のしない歌を誰に聞いてくれるの、世界中の国の人と愛と金が入り乱れていつか混ざり合えるの、今あなたに言うな、ただあなたに言うな、はい、ありがとうございます。貴重行ったりしたの、いやいや全然好き嫌いで言ったら全然なんなんですけどね。この間この店であろうことがビートルズと風っていう、私にとっても難題アーティスト超二組でした。好きな方たちがいてつい酔っ払って歌ってしまったんだけど、その時弾いておられた方がいて、ああ俺もシラフの時は弾ける時もあったな。俺はもう全然弾けないんですけど、ちょっと今日は、ね、身内っていうことで練習を少し本当に思い出せるの違う、I'm singing under the moonlight.
違うポジションで弾くんですよね。で売られてる本とかだとこの書いてあるポジションでやるとすごい弾きにくいのは分かってるんですよ。だからプロの人も見てるのに全然できないまま20年ぐらい経った。だからやっぱあんまり動きを激しくしない位置で弾けるようになるんだよね、あの人ね。なんかこうこの辺で大体が済むみたいな、まあ弦の組み合わせなんだから頑張ればいい。例えばついこの間まで歌ってたよなと思う曲が何曲も浮かんできて、やってみたのに全然分からなかったので悔しいなっていう。だからそうですね、あの新しいの1曲入れると絶対1曲消えてくんだなと思うとすごく感じる。だから、きっとキャパは100曲ぐらいなんですよ、きっとね。この間大塚でやった時にカホンの子が原田さんとやる曲を50曲行きましたって言ってたじゃない。でつまり譜面を見ないでやってる曲が50はあるってことです。でも全部をやってるわけでもないからきっと100曲ぐらいはあるのかもしれないけど、普通にできるのはやっぱ5、60で1曲入れると1曲消えるんだなとひしひしと感じながら、本当についこの間まで歌ってたよなっていう、なんか風が好きっていう人のたちの時に曲名は気になったけど、もう全然弾けないのが忘れて、いやでも数ヶ月前はここで随分毎週歌ってたぞみたいな。
ても優しい目をしてる。愛し合ってたあの頃の忘れたのかすらわからないから、結構だから自分のなりの記録、僕はブログに全部この15、6年はやった曲を全部上げるようにしたのと、さらに気が向くと数ヶ月に1回そのブログからリストを貼り付けたワードのネタもあるんだけど、そんなものがあったから何なのかはよくわからない。年取った時に何でしょうね、そのデータをその時の媒体で持ち歩って死んでいくのか、施設の兄ちゃん姉ちゃんが、なんで俺施設にいるのかよくない、施設の兄ちゃん姉ちゃんがそれを見てああって思ってくれるのか、ものすごい数になっちゃってるから、まあ、まあ、ただその前の昭和の終わりから平成の10年ぐらいまでの活動期間中のってもう記録が何にもその日のリストメモぐらいしか残ってないから、いつどこでやったのかもわかんないし、タイトルだけ書いてあってももう知らない曲もあるんですよね、自分の曲でも結構何曲もあれっていう、こう印象的なメロディーだけ思い出して、あれあったのに全然どこにも歌詞カードもないやっていう、そういうのは歌詞カードないともう全然復元もできない。都会に住んでる人たちは時には海へ行きたくなる。Yeah.
今あの御本家っていうか風はもう片方大久保さんっていう方亡くなっちゃったから伊勢正蔵さんだけが続けてますけど、3年前コロナ前イヤーにニューアルバムが出て全く声が出ないのにアルバムはちゃんとできているというすごい修正がかかったんです、C でいいや、もうでこう古いまあファンが聴きに来る人は昔からのファンが多いから古い曲は字幕なくても知ってるから聞こえないながらもあの曲だっていうか何歌ってか分かんないけどあの曲だって分かるんだ知ってた新譜は全く分かんないから全編背後に字幕スーパーが出るっていうもうすごい日本のコンサートとしてはかなりレアなアルバムであんなに一応ちゃんと音程調整して歌っていながら生で聴くと全く歌えないっていう悲しみのコンサートなかなかあれ以来3年経つけど行こうという記憶が湧きにくいというでそのもう最直近で出たアルバムがものすごい修正されてるんだなって分かっちゃうとそれを聴く気力もなくなってくるんですよね。あもうそこまでいじるかっていう全然違う音がするな。これ言わないな。実は C とかですね。練習曲なんだ。ひとつまたひとつ港を出てゆく船別れの印に
何十万枚かは売れたアルバムだったり、ね、やるたびに思うけど、ザ・ベスト10に3曲ランクインとしてた寺尾明さん、あれはあれでなんか刑事物がいっぱいあった時代だったんでしょうね。 なんか自分の刑事物って何ですか、危ない手がでもなく危ない手がぐらい初めぐらい、でもそれっても本当に生まれて間もないぐらいじゃないの、あれ昭和の終わりぐらいだと思うんだけど、最初の再放送で見たのかダブダブのダブルのスーツ着てるやつですね。ピストル持って手胸は手で押さえてて、そのこれは何だっていう舘ひろしの、一応あれで少しは緩衝材になるんじゃないかっていう理屈だったらしいけど、それはならねえな、手じゃならないよって、あの暗い中入ってくるのにサングラスしてるしな、あの頃まだそうダブルの緩いスーツで、自分はあの頃もう大人のだからネクタイも太いのが主流だったりとかね、その前昭和の頃細いのがあってバブルの頃に太いのが流行り、まあ今どっちでもいいんですけど、どっちかというとスーツも細くなっちゃったからな、全然ガラリとガラリと普通の、ですけど最後のニュースにちょっと自分としては多分影響されて書いたのかな、30年以上前だったんだけど、犬が道の向こうから歩ってきたら右側歩ってきたら左側に逃げるぐらいに犬が苦手だった頃に書いたサイクリングっていう曲です。違う曲を書こうってソロって書いたりとかして、そのことは知ってたような気もするが、全く同じ行動進行で、割と近年、そうですね、ここ近年といってもここ6、7年ぐらいに書いた。私の言葉ですって、なんでこれが締めになっちゃうのかわかんないけど、私の言葉ですっていうことで、それはもうどっぷり犬と暮らしてましたが、全然僕はあの歴代メス犬とは全く相入れないっていうか、完全に振られキャラでいるので勝手な妄想っていうことでね、野良犬とか、あれか、狭い部屋に何十頭も飼われて救出されたっていう当時いたメス犬のイメージで書いてますね。え、私の言葉ですって。
私のことをそんなふうに私のことをいつまでも悲しい女と思わないで、あなたに今会えたことで悲しい私はもういない。少し遠くにいたいのも、気配がするたび吠えかかるのも、あなたと散歩に行きたがらないのも、二人きりが苦手なのも、私のことをそんな風に目と目を合わせていなくても、あなたのことをもう分かってる、きっと私の大事な人。